はじめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットです。今日はアークの私が転部したクマちゃんとビーバーちゃんの転部したところを お届けしますそれでは行ってみよう。あのね、ビーバーちゃんね、捕獲するのね、結構大変だったの。このさ、あのさ、ブンブン回すやつあるでしょ、これ。これでね、足をね、絡ませてね、捕まえるの。なんだっけ、名前。ボーラだ、ボーラ。足に絡ませて、そう、捕まえるんだけど、なんか足に絡ましても、その後にね、麻酔銃をね、バシバシ撃ってくんだけど、なかなかしぶとくって、大変だったの。しかも、一匹捕まえるつもりだったんだけど、なんかつがいだったみたいで、大変だった。すごい撃ち込んでるでしょ。ほら、逃げちゃったの。それでもさ、頑張ってバシバシ撃ってって、こっちもだって、こっちもさ、やってたら、もうこれも逃げちゃって、しかもさ襲いかかってきたりしてね、結構怖かったの。すっごい大変だった。え、まさかこんなことってあるの。怖いでしょ、こんなでっかいんだよビーバー。ほらほら、すごいでしょ。ガウガウ、よくこれ自分死ななかったなと思って、ほんと軽快なリズムでお届けしておりますが、これね、なかなか大変だったの、本当に。ほら、怖いでしょ？襲いかかってくんの。ヒーって感じ。で、ほら、でもだんだんさ、麻酔が効いてきてさ。怖いよね、でも。こんなのが、襲いかかってきたら。え、でも、あのね、これね、あのね、実際ね、ギャーギャー言ってんの。本当に。とかってすっごい怖かったもん。だってほら、周りが赤くピコンピコンってなってるでしょ。はい、もうおねんね、もうこっから大変。こっからね、テームにかかるのが大変なのよ。そう、あのね、メジョベリーっていうのをね、食べさせるのね。で、このね、お腹いっぱいの時はね、これね、効かないんだけど、ね、スティムベリーっていうのをまず与えて、お腹を空かせて、で、お腹を空かしたところに、メジョベリーっていうのを、こう、与えて、それで、あの、手なずける大作戦なんですよね。大変だった。まさかの、2頭同時だったから、こっちメス、ほら、なんか寝ながら食べてるでしょ、口もぐもぐして。このね、メジョベリーっていうのをね、与えるんだよね。で、見ながらさ、時間かかった気がする、この子がお腹すくのも。で、結構時間がかかって、もうあっちもこっちも見に行かなきゃいけないから、ほら、起きたり寝たりを繰り返してるでしょ。そう、このね、気絶値っていうのがね、どんどん下がってきちゃうと、この麻酔を食べさせなきゃいけないから、一回家に戻って麻酔薬を取ってきて、それでね、あの麻酔薬をね、無理やりね、バシバシ食べさせながら、あのね、メジョベリーをね、食べさせてた。もうね、すごい食べさせた、バシバシ食べさせちゃった、麻酔薬。え、ボービーちゃんって結構大変なのね、とか思って。ほら、すごい食べさせてるでしょ？ 10 回ぐらい食べさせてた気がする。
男の子の方ね、オスの方。あ、でもこっちも食べさせてた。結構食べさせて。ほら、でもさ、もうあとテイムがもうすぐ私のペットになる。男の子の方が結構しぶとかったんだよ。で、また帰って、あ、そうだ、スティムベリーを取りに行ったのかな？違うわ、メジョベリーだ。あ、そうそう、スティムベリー。お腹が空くやつ。大忙しだった、これ。もう、ここら辺はもう、早送りでお届けしていますけれども。時間がかかったね。本当に。こっちの子はもうちょっとかな。あ、こっちの子はもう全部完了。この子も 70% だからあともうちょっとか。そう、なんかさ、ビーバーもそうだけどさ、恐竜とかもさ、結構さ、色違いとかで面白いよね。時間かかったんだよな、とにかく。でさ、私やっぱりさ、下手くそだからさ、何でも時間がかかっちゃうの。そう。で、このカストロイデスっていう、こうね、ビーバーちゃんだからね。名前はね、ジャスティン。このクマ子。このクマ大変だったの。こんなさ、もうふざけた軽快なリズムでお届けしてるけど、見てこの死に方、大変。ほんとどうにかしてさ、追いかけさせて檻に入れたいんだけど、はい、鍵付き入れるじゃん、カツッと。それで追いかけてくるんだけど、私がなかなかどんくさくってさ、ここによっからしょってもう脱がされちゃってんじゃん。で、あ、やったと思ったらもう殺されちゃうの。でね、あのね、着ぐるみがなくなっちゃ、脱がされちゃったから、見て、私の死骸がそのまんま。で、ここでもう自分の持ち物を開こうと思ったの。開こうと思ったのよ、自分の持ち物。麻酔薬とかあるから。そしたら、バカタレなの、見て見て。折壊しちゃったの、もうクマ子出てきちゃうじゃん。もうね、ここはね、途方に暮れた、本当に。泣きそうだった。もうね、一回帰るしかなくない？もう出てきちゃってんの？もうこれ、それでまた、石の、扉を自宅に戻って作って、クマ子が外うろうろしてるから怖いから、中からね、修復したんですね。大変だった。本当に。まさかの解体。で、こっからもう裸んぼのまんまよ。こんな格好で、またね、挑んじゃうんだよね。私。またね、パンチしてね、クマを追いかけさせるっていうね。でね、この時もね、あ、怖いよ怖いよ怖いよって言いながらね、パンチして、え、こっち来いこっち来いってやってるの。もうこれも死にそうでしょ、もう。ほら、で、また死んじゃってんの。何回もやったの。もうね、このクマ子をね、絶対取りたくて、恐る恐る、ちょっとちゃんと逃げ方をちゃんとシミュレーションして、すごい追っかけてきてるんでしょ。もう自分の死に様を目の当たりにして、ほら、檻に入ったよ。こっからもう自分の亡骸の中から落とし物を拾うんですよ。そういう麻酔やね。で、セットをして、
熊ちゃんを打ち込んで眠らせるおねんね大作戦。なんさ、ここの間からさ、もうお尻を狙うんだけど下手くそな頭を狙うといいみたいなんだけどさ、もうなんかバグって石から顔が出てきちゃってるでしょ。なかなかタイミングが難しくて、結局脇の方からさバシバシ打ってったの。時間がかかった。これもクマっ子でかくって、麻酔矢でも100個ぐらい持ってったのかな、この時作って。もうバシバシ打ってなかなか、ね、寝てくれなくってさ、すっごい打ってんの。頑張った。目の前に死体、自分のあのシュピーンってなってるのが私の死体なんだけどさ、ほらまだまだ寝ないでしょ、まだ寝ないので、もうこの邪魔なの、邪魔な子がのこのこ歩いてるし、プテラノドンがさ、邪魔しないでよとかすごい怒鳴ってたの邪魔とか言って、で怖いからさ、中に入って撃てないの、私チキンだから、すごい必死だって、裸んぼなんだもん、なかなかえぐいでしょ、テームスンの。でもね、もうちょっとで寝そうなの。でもさ、なんかさ、クマっぽくなくない、顔クマなんだけど。で、はい、聞いた聞いた、おねんねした。で、おねんねしたらさ、肉を与えるんだよ、肉を。肉、生の肉。でね、ここ中に入るのも怖くてさ、恐る恐るさ、生の肉とさ、あとさ、麻酔薬与えてたっけ。大変だった。気絶。それでね、時間がかかって夜になったから怖くてさ、にゃんころ乗ってきたんだけど、にゃんころクマっ子見たら一目散に主人を置いてお家帰っちゃったんだよね。あれはね、絶望したね。え、主人を置いて一目散にお家帰っちゃうんだと思って、チキンだなみたいな、びっくりしちゃった。でね、あともうちょっと、まさかの、でもう一回連れてきたらね、にゃんころバカだからね、自分がね入ったね檻にね、自分入っちゃったんだよねバカだれでしょ、本当にバカだれなの、にゃんころ主人を置いて先に帰っちゃったくせに、アホだれで、なんとかニャンコロを誘導して外に出したかった。で、あのクマ子、クマちゃんはクマ子っていう名前にしました。頑張りました。何回も死にましたけど、クマ子、あとジャスティン・ビーバーと、あとセレナ・ゴメズ、私の家族に、新しい家族になりました。いやー、頑張った。1日にでも3人家族になれたので、あのなかね、大変だったけど、今日は割と満足しました。それじゃ、またねー。